でも確かになんかコウスケさんってめちゃくちゃフラットじゃないですか。うん、そうなの。あの僕福岡で一緒にあのご飯してその日、うん、タメ語文化っていうのをやってコウスケさんとタメ語で喋らせてもらって何それ、うん、タメ語で喋ろうっていう会があったんですよ、うん、すげえな。僕年上だしすごいなんかリスペクト、そうそう、だからえ申し訳ないと思いつつもいいよ早くタメ語で喋ってよみたいな感じでむしろなんで敬語になってんのぐらいのスタンスだったからすごいフラットなんだなと思って。一緒にサウナ行ってね楽しかったね。あ、そうですよね。出た裸の付き合いや。そう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 、福岡のねあの寒のサウナ。いや寒かったね。寒かった深井龍之介もね、うん、初めて会ったのにもう裸だったからね、うん、あのそれがね龍之介あのコウスケさんの前で、うん、僕らにしか見せない龍之介を見せてて、うん、本当に、え、本当に。そうなんだ。龍之介ってすごいよ。龍之介ってすごい少年なんですよ、うん、でも思うがままに生きる人で、うんうん、それをコウスケさんの前で出してて、あ、コウスケさんの前で出せるんだと思ったんですよあ、そうなんだ。あのあの日ってやっぱ僕ほんまそれやっぱ数名にしか出せない龍之介がいるんですけど、うんうん、もう思ったことすべて言う。あ、そうそうそう、結構思ったと思ってなにコウスケさん目線で言おうか。めっちゃ面白いんだけど。だから俺コウスケさん一人でもやっぱねあんまり関係値が薄い人の前で言わない話をよくするんですけど、うん、コウスケさんの前でよく話すんだと思って結構ベラベラ話してて面白い。いや、なんか俺がそのまだサウナ行ってその体洗う場所があるじゃん、うん、でそのあるある、でこうなんていうの、そのちょっとちょっと仕切りがあるわけじゃんね、うん、その隣と隣 の、うんうん、その蛇口と蛇口のその銭湯の中でね、うん、であるわけじゃん。でなんか深井龍之介がこう立ってるわけよ、うん、立って俺の方を見て隣の見てあ、なんか頭から先に洗うんだお前みたいな言われてええじゃん、何の分析みたいな、何の分析みたいな、うん、そうそうそう、で、うん、それを改めて言われるとね、そうそうそう、ね、だからなんかこう、うん、あ、深井さんってなんか体洗うとき立って洗うんですねみたいなことを言って、うんうんうん、そしたらなんか、うん、深井さんがメタ認知して、うん、確かに俺いつも立ってるわみたいなことになってみたいななんかそれすごいコミュニケーションですね。 そのやり取り、そのやり取りすごいっすね。全然今話しててうまく伝わってる感じがしないんですけど、でも確かになんかそういうとこ結構あって、うん、なんかえそうだよねって言ったら、あ、そうなんだとかって言って少年のように気づかされるって、うん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 、そう、だからね、コウスケさんがやっぱフラットなんですよ。その、うん、なんかその問いかけって人によってはえ、なんかなんだろう、そのちょっと傷つくとかそのじゃないけど、でもなんか悪気がある感じがしないけど全く気づかないですけどね。そうなの、なんかその僕も結構繊細なんで傷つきやすいんですけど、コウスケさんからの問いは全く傷つかない気がする。そう、わかるわかる、そうなのよ。そうそうそう、だから、ね、なんかそういうところで人を安心させる何かがあると思う。多分人に興味ないだけだと思う。ウケる。多分それね、あのどっちかっすよね。超興味があるか超興味がない。そう、超興味があってめっちゃ気遣える人かマジで興味がないかと思う。そういう意味でコウスケさんの目の付けどころみたいなの面白いよね。確かに。なんか独特な気がする。そのなんか世の中的に評価されてるからっていうよりは、なんか自分の面白そうみたいな感覚ありそうですよね。まあそれはあるよね。だから多分その。世の人たちというか、うん、そのメディア的な、うん、そういう感覚と同じだと面白くないかなっていうのは意識はやっぱめっちゃあるから。するんだ。だって世のメディアと一緒だったらキノコさんね。キノコ呼ばないでしょ。アウト。僕もキノコさん呼びたいですもん。いやでしょ。話したらめちゃくちゃ面白いじゃん。めちゃめちゃ面白い。こんな人いるんだって思うじゃん。でもなんかそのやっぱそのメディア的には多分使いづらい人じゃん。みんなそんなパッとさ切り抜いてさ分かんないじゃん。1聞いて分かる人じゃないじゃん。100聞いて10分かるみたいな人じゃん。そうですね。なんか翻訳しないと伝わらないぐらい濃すぎて、うんうん、すごいですよね。だからポッドキャストでできるのはそういうとこかなと思ってて、そのなんかその一瞬でそのヤフーニュースとかのテキストになって、うん、でも意味わかんないみたいな感じで切られるんじゃなくて、やっぱその時間かけて、ね、聞いてもらって、うん、あ、こういうことなんだっていうのが分かってもらえるし、その分かってもらえる人にだけ聞いてもらえばいいみたいな、そういうメディアだからその規模の拡大をしなくてもいいし、うん、っていうのはやっぱあるし、まあまあまあそんな、なんか難しい話してるけど、やっぱりこの人の話聞いてみたいっていうのはやっぱ一番でかいので、じゃあもうとにかくメタ認知といろんな人の人生を聞きたかったから、僕相撲を聞いてくださいってことですね。あ、いや本当そう思います。なんかめっちゃ悩んでる人のちょっとでもヒントになればいいかなとは、それは、うんうん、それは本当に思ってます ね、 そうね。例えば飲み会だったらどんどんやっぱこう話の話題って変わっていくし、うん、もう差しで3時間4時間飲み行かねえと聞けねえぐらいの話が、うん、
まあ、深掘りしてくださるんで、うん、話するっていうか、多分なべちゃんと俺付き合い古いけど、うんうん、この間の収録で俺の知らないこといっぱい知ったと思う。そう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 、なの。いや、そうそうそう、そこまでね、そう、うん、思う。多分ね、お互いいろいろなべちゃんはこうって俺は思ってるし、うん、彼がそのイケボなんですよ彼がそれこそ昔、うん、大きいとこ勤めてたところから、うん、あの奈良さんとかにとかいうの葛藤とかも見てるし、でさらに恋に行ったかみたいなのも見てて、うん、俺なりにはこういう人ねっていうのはあるんだけど、ただやっぱ、うん、語ればもっと細かい話があると思うし、だから彼は俺のことをなんとなく知ってくれてるのね、うん、結構だけど、うん、話してないことやっぱりいくらでもあるんで、そういうのが出てくるのがすごい面白いですね。すごいね、深掘り。やっぱそうなんだ。え、康介さん的にもね、前回ちょうど本当に先週の収録できてたけど、五郎さんどうでした？やっぱ知らない面ありました？あるある。だからその、うん、最初にそのトビーとかそういう建築系の仕事してるとか全然知らなかったから。あれすごいっすよね。あ、そうそう、あ、うん、だから、いや本当にあの、うん、断熱材自分で貼るんだとかはすごい思ったし、あの豚小屋作るみたいな話もなんか繋がらないわけよ。だからそのなんで五郎さんがその豚小屋作ってるみたいな、その元従業員の人が山梨でそのなんかちょっとミニ豚、うん、ね、そのためのその豚小屋を作るみたいな話をしてた時に、うん、すごいな、 なんでそのことできるんだろうと思ってたのが繋がった感じがしてすごい嬉しかったっていうのはあるし、確かにね、うん、なんかそのね、もちろんその船原さん一派で、うん、物販で、まあ、お繋がりになって、うん、で飛び職とか知らないで、え、なんで家具屋なのっていう風には な、まあ、なりますよね。そうだね。でもそのやっぱ船原一派みたいなのはあるけども、やっぱ、うん、ね、その神と民発言があったけどさあのこれ第2回とかでねきっと出てくるんだと思うから、うん、お楽しみにみたいな感じなんですけど、そうそうそう、神と民発言、そう、やっぱ神側に行くっていうその意識みたいなのは、うん、なんか聞いててやっぱすごい共感したし、うんうんうん、で それをやっぱ感じて、うん、それで実際 やってたからこ その今の五郎さんがあると思うん で、うん、でそれがずっと民だったらね、別にずっと民なわけですよ。そうなんですよねなんかさ、その神を目指し私五郎さんがいいなって思うのは、その神を目指した結果自分の好きなことをビジネスにするみたいな、そこに行き着いたのが私はすごい共感というか、なんか憧れっていう感じで、なんかその神を目指した結果そのビジネスビジネスってなりそうなところを、やっぱなんか自分の好きなところにこう行ったっていうの、なんか私はなんか理想的だなと思ってて、まあでもその神と民って何かっていうと、多分その神言い方がね、表現がね、あ、そうそう、言い方あれだけど要はそのその能動的に何かを発信する人なのか、その受け取る受動的な人なのかっていう、そういう話だと思う、うん、そこになんかそのレバレッジがかかってるとかっていう、そういう話だと思うんだけど、やっぱそっちのその神側、その能動的に何かをやり出そうっていう側を選択した時点でさ、もう98% 勝ちだと俺は思っていて、そうだね、そういう、そう、その気概欲しいな、うん、というわけなんで、僕のこのサービス入ってくださいとか言うの並べてないからクリーンでしょ。ボクスモコミュニティ作らないですか？ボクスモコミュニティ、まあ、でもこれが第1号だと思ってます。ボクスモコミュニティ、うん、そうそうそう、いや本当に本当に、なんかコミュニティっていうとね、ちょっと大それてる感じしますけど、普通にこれに共感してくれる人とおしゃべりできればいいなとすごい思うし、だってもう今日だってね、そのね、感想を言ってくれたりする人が存在するっていうだけでよかったって思いましたし、あの美穂さんに金払ってないんで、ちょっと金を払えるために寄付を募りたい。いいよもういいよもう、そういうんじゃない気がする。課金します。あ、そうです。美穂に課金して、わーい、いやもうほんといいよ、お金とかいいよね、うん、なんかね、ほんといろんな人に出会えるきっかけをコウスケさんから私はもらってるので、もう金以上だと思ってます、マジで、うん、だ独立しちゃったもんね、にゃあこれからどうなるか分かんないけどねこれごまかしなんですよ、これはオノマトペでごまかすみたいな泣き声でもないみたいなオノマトペなんです
じゃあリスナーの斉藤さん。はい、あの素のリスナーでございます。今日は来てもらってありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます。こちらこそ隣にキノコがいますが、はい、もうキノコさん、キノコさん会えて光栄です。もう、こちらこそありがとうございます。すげえなんかいろんな感想いただいて、ちょっと感動しちゃいました。いや、じゃあ改めてその斉藤さんはなんかどういうきっかけで聞いていただいたんでしょうか。ボックスも本当にあの第1回目の、うん、あの山田さんのエピソードからですね、はいはいはい、を聞きまして、そのなんかなんでそれを発見してくれたんですか。そもそもそのスモールビジネスに興味があって、スモールビジネスって検索したんですよね、ポッドキャストで。そんな感じがあるんですよ。すで、そしたらやっぱ一番あの先頭出てくるじゃないですか、うん、また聞いてみようとしたら、そしたら山田区会ですよ。それはしびれますね。しびれました。何この人みたいな。あ、やばいですよね。やばかったですね。山田区さん会はやばかったですね。でももう本当に、あ、じゃあもういきなりもうドンピシャで刺さった感じですね。そうですね。で、山田区さんみたいな人がいるかと思いきや、うん、なんか片やきのこさんみたいな方、うん、をゲストに招いていらっしゃったり。そうですね。これは何の番組。いや、そうなるよ。一体これは何なんだと。狙い通りでございます。どこに行くのかなみたいな。そう到達するところはどこなのかな、うん、みたいなところがもう非常になんかもう気になって。そうだ、山田さんはあのめちゃくちゃビジネスの人で、まあね、あのまあ、経営者ですよね。で、仕組みを作るみたいなところにフォーカスしてて、僕もすごい影響を受けていて、その自分がやるべき仕事やらない方がいい仕事をみたいな、そういう見極めを教えてもらったりみたいな、そういう話をしているんですけど、片山きのこはもうクリエイティブ全振りみたいな。楽しくなかったらやんないっしょみたいな。うん、そうですね。多少あると思います。そう。でもなんかめちゃくちゃその掘り下げていて、いや、そこまでのコストを山田くんがかけるかっていうとかけないんだけれども、そのなんかそのキノコの世界と山田くさんの世界はやっぱ違うわけじゃん。確かに。うん、これはあのなんか逆に聞きたいんですけど、このラインナップは一体何なんですか？基本僕の知り合いで話聞きたいなっていう人に声をかけてるっていう感じなんですけど、この順番とかこの順に聞いてこうみたいな狙い、なんもないです。あ、なるほど。はい、あのそんなストックはない。いやいや、でもなんかバラエティーがもうすごいじゃないですか。もういろんなもう多岐にわたってて、いろんな人の話を聞こうみたいな話はして、はい、は思ってるんですけれども、まあ結果やっぱ僕の人間関係が中心になってきちゃうので、すごい、そうなんだ。やっぱその船原界隈が多くなってきちゃうなっていうのは、そうなんですよ。僕の課題ですね。え、でも僕結構紹介したい人いるかもしれないです。ぜひぜひぜひ。スモールビジネス系で面白い。あ、スモールビジネス系で面白いなと思う人いっぱいいるんで。いいですか。僕全然そのアンテナなかったですけど、それこそあのお掃除系の最近 NPO 立ち上げた女の子がいるんですよ。要は掃除代行、あの家とかにほらあのあるじゃないですか、ベアーズとか、うん、あの家事とかそういう会社のそのいかにその親子との関係を良くするために、子供育児大変だからそれを支援するためにあのお掃除の仕事をしているっていう人がいて、 NPO 法人立てた人がいて、最近それこそ超スモールビジネスだなと思っていて、そういう人結構いっぱいいます。あ、ぜひぜひ、はい、じゃあ勝手にご紹介させてください。なんだろう、コウスケさんの人脈に立っちゃってるとかなんですけど、でもなんかそれにしては 1,2,3,4 回みたいな感じで続いてて、なんか奇跡的にアンバランスな感じなんですね。なんか、うん、第1回はまたくさんめちゃロジカルめちゃビジネス、第2回は古田さん、まあ、もちろんビジネス的にも考えてらっしゃるけど、ちょっとなんだろう、なんだろう、そう、好きに生きてる感じ、うん、そのセンスとか感性系というか、そう、直感、うん、そう、論理と逆の方を言ってるみたいな、なんかバランスがね絶妙ですよね。もちろんなんだろう、たまたまなんだけど、結構いい感じでなんかばらけたなって思ってて、全部計算してます。嘘だよ。でもほんとね、それなんかさすがだなって思って。直感って結構合理性ありますよね。
そう、なんかやっぱその直感って結構なんかその合理的か直感か、うん、結構あるじゃないですか、うん、でも意外と直感の方がうまくいくケースもあるし、わかる、そう、でもそう自分の判断とかでも結構直感が来るんだけど、いや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 みたいになっちゃうことあるんですよ。あ、そこで直感を信じるか、そのでも直感を信じすぎて失敗しちゃうこともあるじゃないですか。まあそうですね、そのなんか合理と直感の使い分けみたいなところ。でも直感を極めるんだったら直感を極めた方がいいと思う。そうなの、やっぱもう全振りした方がいい。全振りした方がいいです。全ベッド。やっぱなんかその、うん、あれと学業と一緒で、うん、全振りして究極体に突き詰めたやつってやっぱすごい繊細だから、うん、超研ぎ澄まされてるんですよね。僕この前その携帯も持ってない、はい、パソコンも持ったことがない人がいて、うん、でその人ってカウンセラーやってるんですよ。もう対人カウンセラーの仕事ずっとしてて、僕携帯持ったことないで人としか話したことありませんって言われて、ウケる。でもこの人が聞く技術が高すぎて、この人はもうすごすぎて僕びっくりして、僕のことすべて分かっちゃって、もうあの僕直感ですべて分かりますって言われたんですよ。あの極めてる、あの感情に転移できるって言って、あ、でも感情に転移できるために最後にたどり着いたのがアメリカのラコタ族っていうところで、部族、部族に行って、うんうんうん、部族って対話しかしてないんですって。あ、携帯持ってないから文字もないとかね。そうそう、本当部族ありますよね。だからもう人との人との対話らしくて、うんうん、直感を極めた天才すぎて、あ、直感を極めるとここまで行くんだって思って、やーべやべ、びっくりしました僕も。すげーな。その人と連絡取りたいときどうすればいいあのその人に、はい、あ、すいません、その人とあの一緒に運転してる人がいるんですよ。その運転手に連絡するんです。なるほど。そうすると連絡取れるです。あ、よかったです。はい。でもその人すごくて、連絡取れないと困るんで。でもそこまでなんかちゃんと徹底するんですね。その運転手にね。はい。あの、ね、でも儀式とかがあって、儀式があって、あの胸を、うん、あのピアス、ピアサーっていうのがあるんですよ。うん、ピアスがやっぱあの部族の儀式があって、あ、ピアスをつけて吊るすんですよ。吊るすんですよ。おで最後に落として。切るんですよ胸を。痛い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 っていう儀式があるらしくて、痛い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 、それ何の意味があるんですかって言ったら、うん、分かんないけどあの儀式だからやるって。まあねそういうものよね、うん、やりすぎて、ううやりすぎてもう切る、うん、入れるとこないらしくて、そうすごいですよね。なんか俺日本人でそんな人いるんだと。すげえな。でもまあなんかそういう人たちって身体性とかも大事にするからね。あ、そうですよね。だから身体性の極みなんだなと思って。そういうのを経て何かこうなんかいろいろね。そういう意味で僕は何がされたかっていうと、振り切った方がいいってことです。じゃピアッサーはちょっと無理だけど。あ、はい、ね、あの仕組み家の人もそうだし、うん、あ、確かに山田さんは、うん、山田さんもロジカルに極めてるよね。だったらロジカルで言った方がいいですよね。決めるってことか、はい、か分かんないです。でももしかしたら MC っていう仕事が決めきんないことが、うん、いろんな人を理解するですごい重要なのかもしれない。あ、帰る。さすが五郎さん、しっかりしてるな。音源はない。五郎さん、何か言いたいことありますか、最後に。言いたいことあれば。え、なんだろうな、うん、家具の宣伝とかでもいいよ。いや、どうすかね、うん、いや、けどなんかすごいですね、皆さんね。いや、五郎さんもすごいですよ。いやいやいや、で、五郎さん絶対感性の人ですね。そうですか。あ、なんかその辺なんか、あ、割合的にうんにゃらってあると思うんですけど、はい、感性の方がちょっと幅が広い感じな気がします。あ、夢くりカレンダーだから。あの合理性クソくらいって言われて思ってるんだけど、分かんない。 その裏にいろいろ出てきたりもするんで、うん、あ、そうなんですよね。なんかその合理性を取らなかった結果最終的に合理性になっているのが五郎さんみたいな感じ。あ、ごめんなさい。合理性で戦うとやっぱそこでのパフォーマンスが必要で、うん、それいまいちない自覚があるので、うん、ちょっともうちょいずらして、うん、合理性じゃなくして感性とか言いながら多少合理性を乗っけると、あ、そう そんな感じするんですかね、うん、かちょっと中途半端ですかね僕ね。ね、でもでもなんかそう、その結果一歩にシューニングみたいな。ゴールデンウィークのこう渋滞をなるべく避けたいと思う派なんで、こうずらして、うんうん、ずらして、うんうん、というわけで帰らせていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあというわけで、本日2022年12月12日の、はい、忘年会後の、ゲリラ二次会からの番外編収録でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。